食べに来ていただける方の気持ちが分かったら一番いいんですけど、分かれるようになれるのが一番修行かなと思ってます。はじめの一品目が名物のごま豆腐になってまして、本来は吉野葛と練りごまで作るんですけど、タピオカの粉やわらび粉、ちょっと企業秘密なんですけど、春はよもぎを混ぜたりですね、秋でしたらくるみを混ぜたり、味は変えるようにしております。季節の卵締めといいまして、旬を一歩先取りしたものですね。今日でしたら冬瓜と、あとウニを使いました。お作りになるんですけど、私のところも京都の中央市場から、毎朝私が行ったりなんですけど、とりあえず心がけてますのが、必ず白身魚を1日寝かせるということですね。おろしたては、身がこうピクピクいかってまして、歯触りはよろしいんですけど、甘みが出ませんので、必ずおろして1日寝かせてから使っております。特にこだわってますのがイカなんですけど、噛んでからだいたい6回ぐらい噛んだ時に甘みが出るんですけど、それが中心部の甘みなんですけど、私はその一口目からこう甘さを味わっていただきたいので、それで中心部が出るように包丁目を入れてます。若い頃イカが大好きだったご主人が、最近ちょっと歯が悪くてイカ好きやけど食べられへんとおっしゃっていただいて、今日の料理からイカ抜いてねって言われるんですけど、私何とかしてイカを食べてほしいなと思いましてですね、今日の天ぷらのイカにも実はあれ包丁が入ってまして、多分歯のない方でも唇で切れるぐらい の感覚になってると思うんです。京料理に欠かせないハモと、あと車エビですね、とちょうどトウモロコシが美味しい時期ですので、トウモロコシをかつらむきにしまして、で天ぷらにしました。やはり油にこだわっておりまして、そのキャノーラ油に久喜さんの太白ごま油を3割ほど混ぜまして、揚げ上がりがこう軽いと言いますか、やっぱり油がよろしいと美味しい天ぷらになりますね。最近京料理でも焼き物をお肉にすることがだいぶ流行っておりまして、で私もいろいろ考えたんですけど、普通にこう塩コショウして焼くだけではお肉屋さんの料理と変わりませんので、なんかこう京料理のエッセンスがないものかと思いまして、とりあえずお肉を焼いた時に出る油にすき焼きの割り下を入れまして、でそこに淡路の玉ねぎのみじん切りを入れて1時間ほど煮詰めました。でこの煮詰めました理由というのも、やはりこのすき焼きというのはこう味が煮詰まってからがやっぱり美味しくなると自分で思ってますので、一口目にやはり美味しいというのを表現したかったもんですから、でお肉ももうちょうどミディアムレアの状態で焼き上げまして、卵なんですけど、どうしてもすき焼きの卵って冷たいもんですから、こう温度差が出てしまうんですけど、それを私なくしたかったので、今日温泉卵を作りまして、で温泉卵の作りたての熱々の温泉卵の黄身だけを取り出しまして、でそれを裏ごししてソースにしました。旬って言いますけど、今やっぱりこう、なんですかね、気象がちょっとおかしかったりしますので、去年の今頃美味しかったものが美味しくなかったりしますので、とりあえず素材を見て、今日はこれにしようっていうふうに決めますので、献立があまりない状態でしております。記録はそうですね、一応ノートには取ってるんですけど、去年と今年で全く同じ料理出すのが私ちょっと嫌なもんですから、はい、そうですね、あまりこう参考にはしないでしております。いちじくにしましても一個一個甘みも違いますし、柔らかさも違いますので、やはり見て体で覚えることが一番大切です。ちょっと10年ほど前にレシピまとめてみたんですけど、多分1000皿ぐらい作れるかと思います。はい。師匠に初めに言われたんですけど、私料理長になった時に言われた言葉が、去年の今と今年の今、こう畳の目1ミリでもいいから成長しなさいと。常にそれを忘れずにもう修行しなさい。もう料理長になってからが本場の修行やからということで。言われましたんで、常にこう一歩でもいいから成長できるように考えてます。